令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。この度カグラという名前のアプリを作り、皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。 CGS や医師改革大学、政党 DIY、 それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。あと面白いのはですね、ムッソリーニの孫娘がいるんですよ。はい。はい、政治家で。知りますでしょ。はい。はい。アレッサンドラ・ムッソリーニって言うんですよ。アレッサンドラ。はい。はい、で、息子さんの娘さんなんですけども、はい、そのムッソリーニの息子さんの奥さんが、ソフィア・ローレンの妹なんですよ。なるほど。大女優の。大女優の、はい。うん。うん、やっぱ綺麗な人もらってると。ひまわりとかね。はい。見ましたひまわり。いや、知らない。名前だけ知らない。ひまわり見てくださいよ。はい。舞台がウクライナ。あ、そうなんですか。ウクライナに出征した、はい、イタリアの男が、はい、マストリアにやってて、うん、で、それを見送った妻、夫は帰ってこない。うん、私の夫は無事なのって言って、うん、ウクライナに探しに行く。はい。そしたら夫は生きていて、はい、ウクライナ女性と結ばれていたっていう。切ない話じゃないですか。そういう。ひまわり。ルル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 。いや、これもう絶対見てたよ。その、主演女優のソフィア・ローレンさんの娘でもあるから、はい、まあ、超絶綺麗なんですよね。なるほど。うん。うん、で、彼女は、政治活動やっていて、うん、しかも、おじいさんの路線なんです。へ、うん。とにかくイタリアを守れっていうことで、はい、うん、うん、愛国者。なるほど。だから、これ考えるとね、ドイツに比べるとすごいイタリアって自由。うん。そうですね。ですよね。もうだってナチに関わるものはドイツ全部ダメじゃないですか。ダメでしょ、ドイツはね。ね、うん。そこはね、結構イタリアって自由なんですね。うん。はい。なるほど。まあ多分、アレッサンドラ・ムッソリーニは、こっち側ですよ。なるほど。完全に。はい。ですね。はい。あとね、同盟ってのがあって。同盟。同盟。はい。はい、で、この同盟っていうのは、もともとはですね、北部同盟って言ってました。北部同盟。はい。はい、で、北部の工業地帯の地方政党だったんですよ。うん、はい、つまり、我々北部が稼いだ金を、南部の貧困層にばらまいてるのおかしいだろうと、いうことなんですね。なるほど。うん。なるほど。まあ、だからその地域政党として始まったんですよ。うんうん、はい。で、ここのね、同盟の若いリーダーで、サルビーニって人がいて。サルビーニ。はい。はい、で、彼がもう一つ言ってるのは、EU に入っても、イタリアは全然良くなってないと。はい。うん。だから、イタリアの国益を守るべきで、うん、EU から抜けるべきだと。はい、ね。で、通貨も元のリーラに戻す。はい。そういうのは、サルビーニだ。まあ、この辺が、今のイタリアにおける反グローバリストグループ。になってきますね。はい。はい。あとね、こっち側。はい。これはですね、はい、五つ星運動という変な名前ですけども、もともとはですね、とあるブロガーさんが始めたんですよ。はい。はい。で、この人は、コメディアン出身で、はい、で、政治に興味持って、でブロガー始めて、それがヒットしたっていう人で、うん、はい、で、やっぱりね、反 EU なんだけども、まあ、こっち、統制分配派、うん、だからリベラル、はい、うん、だからイタリアは反グローバリストリベラルと反グローバリスト保守がいると、はい、こういう感じです。なるほど。はい、うん、そこでこの五つ星と同盟が手を組んで EU に対抗しようとなりまして、それで担いだのがですね、コンテ首相って人です。はい、はい、コンテさん。コンテさん。はい、この人は、学者さんで、フィレンツェ大学の、法学部の先生です。はい。コンテさんがね、2018年から。はい。だから、これがイタリアにおける、まあ、初のグローバリ、反グローバリスト政権っていうことになります。はい。はい。で、主な政策がですね、移民を入れるな。はい。うん。うん、で、中国からの
移民がいっぱい来ちゃったんですよ。なぜかっていうと、はい、イタリアってもともとアパレルじゃないですか。うん。うん、で、そのアパレル業界が、まあ、その中国系にこう買収されていくと。はい。それで、労働者も連れてくると。だから、今そのイタリアブランドで売ってる、製品、ほとんど実は中国系が作ってるという。そうですね。こういうことなんですね。はい、問題ないです。それで、かつてそのイタリアの有名なそのアパレル産業のあった街がどん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 その中華系になっていって、うん、で、そのイタリア系の人とぶつかったりしてるんですよね。でもそういうことを制限すべきだということを、プラス、緊縮財政やめてくれと、はい、もっと政府は国民のために金を使ってくるということですね。緊縮、うんうん、財政、はい、うんうん、これをやったのが、コンテさんなんですが、まあ中国系が多いってこともあるんでしょうね。で、真っ先にやられちゃって、うん、それでもうロックダウンで、でイタリア経済がドーンとなっちゃって、はい、でこれでこの政権は崩壊しちゃうということですね。はい、はい、でその後ですね、乗り越えるためにとにかくもう政党の枠を超えて こっちも全部入ってで一緒にやろうとなってですね、選ばれたのがマリオ・ドラギという人です、はい、うん、はい、今の方ですね。でこのドラギさんがですね、うん、これ何者かっていうと、もともとですねゴールドマン・サックスです。おはい、おはい、はい、あとヨーロッパ中央銀行の、はい、副総裁かな、はい、はい、うん、ごめんなさい、総裁ですね、総裁。総裁、はい。うん、マリオ・ドラギ。はい。それから、イタリア銀行総裁。うん。ということで、もう、この辺、はい、この辺のウルトラグローバリストがトップになったと。なるほど。まあ、いうことですね。うん。うん。で、この人は、その、ヨーロッパ中央銀行を立て直したっていうことで、スーパーマリオとか言われて、はい、もう全オールメディアが褒めたたえていた人ですよ、うん、はい、うん、だからやっぱりこういういろんなねその危機を起こしてそして不安を煽って権力を握ろうという、はい、まあ、そういう勢力があるわけですよね、はい、うんうん、いやそれはまんまとって感じですね。まんまとっていう感じ、うん、はい、ということで、まあ、またね、このあたりが盛り返すとすれば、まあ、参政党のそのパートナーとなり得るのは、はい、まあ、この辺じゃないかなという感じですね。うん、はい、同盟と五つ星運動ですね、うん、はい。はい。これは私記事読んだことありますね。こういう運動が起こってるっていうのは、うん、同盟の方はちょっと知りませんでしたけども、うん、はい、はい。イタリアの状況は、はい、しっかり頭に入れましたので、はい。はい、まあ、こうやってね、歴史的経緯をね、踏まえてやっていくと、はい、しっかりと頭に残ると思いますので、はい、今ね、今の首相誰ですかって覚えても、うん、どういう経緯で出てきた人かってわからないとね、そうそうそう、名前だけ覚えて終わっちゃいますもんね。この図が頭に入ってれば、あ、大体あの辺かなってのがわかれば、うん、それで十分だと思います。はい。はい、勉強になりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。